天皇杯準々決勝、横浜 1-0 岩田、10月25日、三沢。遠藤啓太のクロスが相手のオウンゴールを誘い、この1点を守り切った横浜が、2年連続で天皇杯ベスト4進出を決めた。リーグ戦ではお互いに最少失点、28、で、堅守を持ち味とするチーム同士のソリッドな戦いの中、ハイライトの一つだったのが、前半終了間際の岩田の直接 FK だ。キッカーは名手、中村俊輔。ボールを2度、手でバウンドさせてその感触を確かめ、スパイクの裏についた土を落とす。ゴールまでの距離は約40メートル。それでも中村は迷いなく自慢の左足で直接狙うと、無回転シュートが横浜ゴールに襲いかかる。これを巧みなフィスティングで防いだ横浜の守護神、飯倉浩樹は、元チームメートとの駆け引きを次のように語る。来るな、っていうのは分かっていた。あそこで壁を2枚、3枚置いても、あの人の無回転は壁の上を余裕で越えてくる。だから、わざと壁を立てなかったりとか、そういうちょっとした駆け引きはあったけど、個人的にはすごく楽しかった。俊さんとこうやって対戦するのは、試合前は嫌だなと思うけど、実際にピッチで一緒に戦うと、球種とか、見ているところとか、昔いろいろと教えてもらっていたことを、改めて思い返しながらプレーしていた。試合後は、中村と楽しそうに談笑していた飯倉は、この日も安定感抜群のセービングでゴールマウスを死守した。うちは堅守がベース。今日はアダイウトンとかをうまく抑えられたし、セットプレー以外は、守備に関してはそこまで怖さはなかった。常に先手を打てていたと思う。暇のないディフェンスを見せた横浜が、盤石の完封劇を演じた。取材、文、広島義弘、サッカーダイジェスト編集部、天皇杯準々決勝フォト、横浜 1-0 岩田。岩田は中村俊輔らを中心に奮闘するもまさかの